裏紅傘がさかは新生端子金庫原竹木にところ、属する菌類の一群である。小実体は、中型ないし小型のものが多いが、傘の計10センチメートル以上、柄の長さ20センチメートル程度にもなる大型種も、あり、共通して脆い肉質で壊れやすい。死実創卓は、すべての種において、膝状で、観光状をなすことはなく、柄に対して、 異性し幼児は白色であるが成熟すれば、濃い肌色ないし、桃色を呈する。柄はよく発達し、傘の中心につき、しばしば内皮膜あるいは、外皮膜を備えるが、内外の両皮膜を同時に有することはなく、あるいは両者を共に描いている。胞子門は濃い肌色、桃色あるいは耐火、ピンク色などを呈する。胞子は薄壁。 平滑で、ほぼ休憩内子高大円型を呈し、発芽光を描き、メチルブルーの乳酸溶液によってよく染まる性質がある一方、要素溶液に対して染まらない。ヒダの実質の菌糸は、ヒダの縁の方向に向かって逆 V 字型に配列する。脂質層には、しばしば顕著なシスチジアを備えている。傘の表皮は、比較的よく分化しており、 休憩細胞の層からなるもの、縦に平行に並んだ、農場細胞からなる削除構造をなすもの、傘の表面に平行に走る、菌糸群で構成されるものなどに大別される。菌糸の核壁部には、カスガイ連結があるものとないものとがある。色素が、個実体に存在する場合は、菌糸の細胞質に均一に溶け込む形で認められる、場合が多く、 菌視内部の液胞内に存在するものや菌糸の外面に沈着した色素部となるものは少ない。すべてが不正性で外生菌根を形成する種はない。有機物に富んだ地上や堆肥上、普及した木材上などに生えるものが多いが他のキノコの小実体上に発生するものも少数知られている。ヒダの実質の構造などが共通することから 天狗竹下との類縁関係が想像されているが、天狗竹下においては、宝脂紋が白色を呈し大部分が樹木の細根と特殊な生態的関係を有するを形成する点で大きく異なる。一本締め字下の金は、宝脂紋が桃色系の色調を有する点で類似しているが、ヒダの実質の構造において異なっており、さらに後者では、 胞子が多角形を成す点で容易に区別される。また、古実体の組織中における色素の存在様式においても異なる種が多い。原竹科に属する一部の菌群でも特に老生した古実体において、肥田や胞子門が桃色を帯びる種が存在するが、それらの多くは胞子の一端に発芽孔を備え、胞子の細胞壁は明らかに2層以上の膜で構成されている。 また、普及した、木材上に発生することは少ない。伝統的に裏紅サ族袋竹族、茶前オタ族の3族が所属していたが、分子系統学的解析に基づいて2011年に、大袋竹族が記載された。2008年の時点では、本家には少なくとも364種が含まれると、推測されている。ありがとうございます。